今回の動画は回転寿司のスシローでおなじみスシローグローバルホールディングスです。このスシローグローバルホールディングスの株を持っていればスシローで使える優待割引券がもらえます。スシローといったら日本全国に展開しています。スシローの店舗数は2020年4月現在でなんと550店舗、47都道府県すべてにあります。もともとが大阪の会社なので大阪が48店舗とダントツで多く、愛知47店舩、東京42店舩、逆に少ないのは島根1店舗、秋田2店舗、山形や岩手などが3店舗という感じです。そして回転寿司業界のトップで売上高が約2000億円です。ちなみにくら寿司は約1400億円、かっぱ寿司のかっぱクリエイトは約800億円、元気寿司は約400億円となっています。業界トップの2000億円すごいです。そして海外へも進出ということで、2019年9月現在で韓国14店舗、台湾9店舗、香港1店舗、シンガポール1店舗、合計25店舗が出店しています。こんな感じで見どころ盛りだくさんのスシローについて投資をする上で知っておきたい内容をがっつりと短時間で紹介しますので、ぜひ最後までご視聴ください。毎日投稿される投資に役立つ情報を見逃さないように、ぜひチャンネル登録お願いします。それでは早速始めていきます。まず最初に株主優待についてです。スシローの株主優待はスシロー好み大衆寿司居酒屋の杉玉で使える優待割引券がもらえます。1年間にもらえる額は100株以上で2000円分、200株以上で3000円分、400株以上で4000円分、8000株以上で8000円分、2000株以上で2万円分です。これをもとに利回りを計算してみます。2020年4月24日のスシローの終値が1600円です。1600円かける株数で計算すると必要投資額と利回りは100株で16万円 1.25%、 200株で32万円 0.94%、 400株で64万円 0.63%、 800株で128万円 0.63%、 2000株で320万円 0.63% となります。利回りで言うと一番いいのは100株です。株の集体を目的に投資するなり、利回りが一番いい100株保有が一番いいと思います。わざわざ利回りの低い2000株も保有する必要はないですよね。300万円も出せませんし。合計金、会計金額1000円、1000円前に500円の優待割引券の利用が可能、全日使用可能、他の割引券との併用可能、有効期限の超過した優待割引券は利用できない、現金との引き換えはできない、持ち帰りネット注文では利用できない。ちなみにスシローは2020年3月31日に株式分割を実施しています。それまでの1株を4株に分割しました。4分割にしたことによって1株あたりの株価が下がって買いやすくなったわけです。株式分割前は1株9000円ぐらいでした。9000円を単純に4で割ると2250円、1株が2250円くらいになったわけです。つまりそれまでは1株9000円かける100株で90万円ぐらい出さないと買えなかったスシローの株が、1株2250円かける100株で22万5000円ぐらいで買えるようになったのです。手が出しやすいですよね。
次に株価について見てみます。2020年4月26日の終値が1600円でした。2020年でスシローの株価が一番高かったのは1月24日の 2577.5 円です。2577.5 円と1600円を比べるとマイナス 977.5 円、マイナス 61% です。半分以上も下がっているわけです。ちなみに2020年で株価が一番安かったのは4月6日の1250円です。1600円と比べるとプラス350円、プラス 22% です。次に業績を見てみます。2018年9月期と2019年9月期の売上収益、営業利益、税引き前利益、当期利益です。まず売上収益は1748億円からプラス242億円、プラス 13% の1990億円。営業利益は117億円からプラス28億円、プラス 24% の145億円。税引き前利益は115億円からプラス28億円、プラス 24% の143億円。当期利益は80億円からプラス19億円、プラス 24% の99億円です。売上収益プラス 13%、 営業利益プラス 24%、 税引き前利益プラス 24%、 当期利益プラス 24% とちゃんと成長していることがわかります。これがコロナウイルスの関係でどうなるか注目です。ちなみにスシローは2020年9月期の業績予想を2019年11月に出していました。この業績予想では売上収益や当期利益はプラス成長でした。ただ2020年4月23日にこの業績予想を取り下げて未定に変更しています。コロナウイルスの関係でしょうがないですね。スシロー以外でも業績予想を取り下げて未定に変更している銘柄が多いです。次に財務について、1363億円からプラス856億円の2219億円、856億円も増えた理由はIFRSの適用などで有形固定資産が838億円増えたことなどが原因です。次に資本合計473億円からプラス2億円の475億円。次に親会社の所有者に帰属する持ち分473億円からプラス2億円の475億円。次に親会社所有者帰属持ち分 34.7% から 21.4% に減少です。これは資産合計が増えたことによるものです。それでは今回の動画はこれで終わりです。次の動画も楽しみに。バイバイ。